最後に背中に変な力入れたいんで、でこれ以上いくと腰痛めちゃうから、大体それぐらい。整骨院に来ましたよ。整骨院に行ってみたかったんですよ、ずっと。めちゃめちゃ興味あった。で、その期待値が最近高くなりすぎて、やばいとこまで来てる。映画制作決定して、わーやったーって、めっちゃ楽しみ楽しみってなったけど、公開直前になってちょっと怖くなってくるやつだ。期待値高くなりすぎて、大丈夫かなみたいな。その状態。だからそれをどうしたらいいかっていうと、一旦整骨院で最悪の体験をして、で、普通の施術を受けたら、この緩急でめちゃめちゃいいバージン整骨院になるんじゃないかと思ったんです。いいですね。うん。ギョロギョロ目玉ギョロギョロなんで普通の整体を受ける前に整体の逆の逆整体をやってもらって、その後に整体をやってもらおうと思います。存在するんだ、そういう先生を探しました。整体があるということはその逆もあるんじゃないのって素人では思うじゃん。ああ、まあ知り尽くしてるってこと。そうそう、ということでその逆整体をして体がどうなったか分かりやすいように、まず最初に普通に45秒で何ができるっていう、普通に踊ってみたやってる、踊ってみたを僕覚えてきましたので、それをまずやって、で逆整体を受けて踊ってみてどんなもんかっていうので、逆整体を体感して、その時に整体を受けて、最高ってなるはずです。ということで、先生をお呼びします。こちらです。月寒中央整骨院、佐藤先生です。はい、まあ、素人のね、理論なんですけど、整体があれば逆整体があるんじゃないかっていう。いや、本当はやんないですけどね。まあ、そうですよね。まあ、やってみますか。ありがたい。これがビフォアビフォアです。よくはないと思うよ、さすがに座ってるもんね。まあそうですよ、 YouTuber 一本ですから体に支障は出たことないから、生活してて悪くないんじゃないかと思っている。じゃあ普通に踊ります。ちゃんとホテルで練習してきました。よろしくお願いします。よよよ45秒で何ができる、よ45秒で何ができる、君のことを考えること、よよよよ45秒で何ができる、カップラーメンは作れません、45秒で何ができる、君に好きですと伝えること、よよよよ45秒で何ができる、算数ドリルは終わりありません、45秒で何ができる、君を笑顔にさせること、その笑顔でまた惚れ直すこと。どうですかこれ先生、整体的に整体的に見て今の。まあなんか肘伸びてないとかダンスの方のダメ出しですか。あ、なるほど、悪くするにも一旦体を見た方がいいと。そうですね、さっき見てもらったんですけど、まあ、全体的に首曲がってるよね。そう、こういう全体的に首が曲がっている、こういう風にはなってますよ、極端に言うと。え、本当に。そう、一回普通になってもらっていい。はい、これ曲がってるってことですか。うん。肩の高さとかが違う。ああ、確かに肩の高さで見たら分かります。まあ全体的にちょっと背中まっすぐ気味かなって。それはいいことですか。ちょっと曲がってた方が楽に体使えるかなっていうのはありますね。 S 字ですよね。 S 字です。 S 字、遊びがある方がいいってことか。あ、そう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 。あ、よしよし、あ、いいな。こっちの方がそう多かった。今日は一回悪くしちゃいんで、はい、首はもっと偏らせた方がいいし背中は動かない方がいいと思うんで、ね、まあ、基本的にお腹の力使わないと骨盤が前に倒れていっちゃうので、重心が前に動くせいで背中が硬くなるんで、悪くするんであればもっとこうした方がいいので。あ、そうかそうか、はい、あ、言わなきゃよかった、言ったとこ全部悪くされちゃう。俺今とこうだよ。まあ、こうなった時に後ろのね、大事な関節とかに極端に体重が乗り続けるから、ぎっくり腰とかが勉強になる、起きるかもしれないです。なるほど、今日は起こしちゃいましょうね。これはなんか犯罪にならないですか、ぎっくり腰。ぎっくり腰起こして僕がダメって言ったらまあ足元見ると本当はこうやって上がってた方がいいんだけど、ただベタ付きになってる床に。そうそうそう、こうなっちゃうと膝がねじれるの分かる。ただねじれちゃうとやっぱり負担がきちゃうんで、わあ、もっとねじった方がいいですね、悪くするんだったら。あら、そう、それが逆整体だ。そう、
いや、やっちゃいましょう、そんな、はい、ありがとうございます。いや、怖っ、いけにえに対するから、ね、だった、今わ、怖え。こことかの筋肉張ってるんで、うん、緩めるんであれば本当はちょっとこうストレッチとかした方がいいですけど、逆に力入れた方がいいので、おほほほ、指こっちに上げてもらっていいです。ほう、そうそうそう、あ、これなんかする直前のやり方だ。それそれそれ、だからするんですよ。うわー、気持ちよくねー。うわー、こんな感じ。指はね、上がった方が悪くなるんで、どんどん上げちゃってください。本当は足をこう蹴る時も基本的に足裏からちゃんと蹴れた方がいいんですけど、うん、今蹴れない方がいいのでふくらはぎに力入れた方がいいから。うわ、そう、はい、蹴ってください。ああ、なんだこれ、こうか。そう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 。あんま指力入れないで、悪く良くなっちゃうから。あ、難しい。そうで、あとは姿勢悪くしたいながらこっちの筋肉硬くすればいいから、こっちに足上げてください。ああ、そう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 、気持ちよくねー。腰痛いでしょこれ。痛い。面白い。痛いというか、なんかズーンって感じですね。そう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 、筋肉今無理やり使ってもらってるんで。あ、これ効くわ。はい、いいよ。あ、重い。あ、重い。右重いぞ。右重い。次ね、お腹悪くするんで、はい、膝曲げて、よくある腹筋、はいはい、こうするんだけど、顎の位置がこっちに入った方がいいんだけど、悪くするんだったらこっちに入れて、あ、そうそうそう、なんだ俺、ここに力入れて、はい、これでお腹に力入れてください。あ、ダメダメ、よくなっちゃう、よくなっちゃう、いらんこと、お腹に力しか、プル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 してるの分かります？はいはいはい、痙攣みたいな。これは筋力がないというか、そういうことじゃなくて体支える力が弱いと。へえ、体幹が、そう、はい、ああ、ちょっと一回うつ伏せになろうかな。はい、ああ、めんどくせえ。なんかそのめんどくせえって感じぐらいにはなってきました。まあちょっとさすがにね、本当にぎっくり腰を起こしちゃうと危険なんで、それをやんないんですけど。ああ、そうだ。こっちに足も上げてもらっていいですか？そう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 。なんだこれ。なんか釣りそうじゃないですか？いやー、釣りそう、揃いそう。これいらないなー。はい。うわあ、あ。あ、これ一番かも。これで今ここの筋肉どんどん硬くなっていくんで。硬って、はい、あの体ひねる動きとかもっと硬くなるんで。あ、はい、先生、先生。じゃあ最後に背中に変な力入れたいんで。聞いたことね。もう一回顎をグッと上げる。そう、ゆっくりで、本当に痛めたら危ないんで、はい、その状態で背中を起こしていく。そう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 、ここにしか力入らないの分かります？うん、そう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 。で、これ以上いくと腰痛めちゃうから、だいたいそれぐらい止めてもらう。でも背筋のあれに似てる。肩に力入れて、その状態で、はい、ウィー。あ、これを見たことないです。あー、すごい、熱い熱い。そう、熱い首が。いや、いいっすね。あ、これキモいわ。これめっちゃキモい、首周り。お、はい、OK です。あ、キメー。はい、すいません、すいません。あ、これ残ってる、めっちゃ残ってる。残るのいいね。典型的に悪い姿勢今作れたんで。そう、確かになんかだらしないよ。いや、体勢これがでもね、暫定で入れる姿勢、体硬くなったり悪くなってる人がいたらこういう姿勢が楽になっちゃうんで。ええや、まあこんな感じかな、あんま触ると良くなっちゃうんで。さっきより背中曲がったの分かります？すげえ曲がってます。いや、これわざとだと思うじゃん。思う、確かに。なんか他のこの位置とかをかばうとこうなる。じゃあ気をつけてゆっくり立ってください。さっきより首の傾きとか強くなったね。そう、まあこっち向くなら俺は本当はこうして。え、マジ？いや、そうそうそう、なろうと思えばいくよ。はい、もうなると思えばいけるよ。でも油断すると先生がホームしちゃう。いや、何何これ。あ、なるほどなるほど。あ、吊る姿勢だ常に。そうです、そうです、そうです。足裏の感覚とかがもっと鈍くなるから、そう、もっと悪くなるんで。こうしてこうなってるじゃん。だからほっとくと上がるんだけど、上がるほどじゃないっていう、なんか絶妙なバランスなせいで今バスドラムやってる一人で。まあ一応これ以上悪くなると危ないんで。危ない、うん。これ完成ですか？はい、作品出来上がりました。はい、佐藤一号です、僕が。いや、俺なんかすぐ入れないけど、俺元こうだった気するけど、こうだわ。ここはそれこそラインで比べやすそう。うん、だるい。いや、もうまずだるい、もちろんだるい。首が一番なんか姿勢もだけど首がこうなっちゃうから、こう見てんのがすげえやだ。まず俊敏に動きたくない、動けないわけじゃないけど、
動かない方がいいんじゃないって体が言ってる感じがするから、なんか影響が出そうな感じがする。じゃあ踊ってみます。逆正対語の踊ってみた、踊りまーす。よよよ45秒で何ができる、よよ45秒で何ができる、君のことを考えること、よよよよ45秒で何ができる、カップラーメンは作れません、45秒で何ができる、君に好きですと伝えること、よよよよ45秒で何ができる、サンスドリルは終わりません、45秒で何ができる、君を笑顔にさせること、その笑顔でまた惚れ直すこと。に踊れました。よかった。あっ、グーってなんなくて。なんなかった。正直動き出せば忘れられる部分も多かった。はい、けどジンジンしてる。白の移動で遅れるところがすごいあった。ああ、それでなんか遅れて笑っちゃっててみたいな。あ、そう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 。だからすごい頭の中でみんなに休さんないけど俺は実感してんなーっていう思ったから。悔しいです。あ、これ聞いてますよ先生って。安心して見ててください。あの一番印象的な振り付けのそのそこの時の曲がりが減ってると思う。あ、これ？多分。伸ばしてつもりだったもん全然。素人がそれ言うって結構。いや確かに。うわ。伝わってた。それも良かった。変わるんだやっぱり。すごい D ですよ。最悪な気分なのでこっから整体をしてもらって戻してください。ちょっとやってみます。やってみます。約束と違うじゃないですか。ちょっと約束と違うじゃないですか。逆整体の整体って言ったじゃないですか。逆整体しか伝えるつもりだったんですよこの先生。ねえ、怒れた怒れた。やってみます。あ、気持ちいい。あ、痛い。これ痛いでしょ。これ痛い、うん、あ、痛ぇ痛ぇ。これ1回やったら痛い。逆整体やってません。痛ぇ目の使いすぎだったり。うわ、全ポキ全ポキ。今全ポキだった。パーフェクトでした。出るよ声これ。持っておいて。ほら。終わり。終わり。ありがとうございます。あ、曲がってる。大丈夫。すげえ。おお。軽い。マジで軽い。ほら。ほら。ほら。あ、軽い。さっきやんなかったでしょこんな。ほら。ほらほらほら。でも。軽いのはもうどうしようもないもんね。最高のバージン整体でした。大丈夫でした。いやもう残ってないです。あの逆整体の時の最悪の状態全く。良かったです。だし普通に内臓下垂なことが分かりました。僕は。